はい、それでは今日はこれアポロン、アールスアポロン栽培日記。前回は9月13日、そして今日が9月16日、久々に曇り、一日曇りだったな。雨もたまにパラッと来て、ちょうど作業しやすい日でした。これで9月の11日から交配し始めて、今日で5日目ぐらい、1がこれぐらい。前回の13日から比べるとまた膨らみました。で、これが1日目の交配で、これが2日目の交配。もう1日目の方にかなりパワーを吸い取られてるな。これもう、で、しかも4日目っていうやつがあるから、4日目は昨日か。交配したやつ。膨らまない。だからとりあえず2個にしちゃって、こっちも、これが2。これも2だって多分。これも2だ。お尻のあれが、こっちの方がいいかな。まあでも3もあんな。まだちょっと残しておきます。今日は摘心。摘心します。だいたい17枚、18枚。玉植え17、18ぐらいでは取っていきたい。で、まあでも、摘果してないから、例えば、この一番下のやつで残したとしたら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18。この一番下で残したら18枚。で、その上でを摘果したんだとしたら、玉植えが17枚になる。まあ狙い通りのちょうどいいところかな。そして今回はこっからしっかりとちゃんとに水を効かせていって、この一番上の葉っぱを大きめにしていきます。これから秋に向かってって、これの収穫がだいたい11月の1週目ぐらいになる予定なので、玉伸びがちょっと心配になってくる時期なので、もうある程度伸ばし気味でいく。この間の真夏のメロン栽培日記は伸ばさないように伸ばさないようにっていう風に育ててきたんですけど、これも、これが2、これが2、これが2、2っていうことは12日交配で、今日が13、14、15、14、4日目。交配して4日。まあ、順調な膨らみでしょう。これが3日目。これが4つ残っててもいらないから。やっぱりほら、これ一番上だけど、下がこう、きっちり膨らんでくると、その上は全然膨らまなくなる。まあ、素直だね、植物。これが3。これが1だ。あ、ちょっと丸いな。今まで見てきたやつもちょっと丸めでいってんね。これは扁平になりやすいね。アポロンがそうなのかどうなのかわかんないんですけど、これはでもそんなに下の方にはつけてない。14節ぐらいではいってるはずだから、ちょっと勘定してみるか。例えばこの木でいうと2枚を落としてあって、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14節目だから、ここで。だからあんまり下の方ではない。水が少なかったか。でも水が少ないこともないな。膨らみ的には悪くないし、首も伸びてない。これ以上水多分交配時期に多くすると、ここが首が伸びる。首が短くいってる。首が伸びるのは嫌だからな。これも首が短いが、ここもちょっと丸すぎる。丸いな。で、ちょっとね、この品種気になるのはね、お尻がね、なんつうの、収まりが悪いというか、なんか、ちょっと丸くポロン、ポコってなるんだよな。ほら、これも、丸く、なんつうのかな、出っ張るみたいな。出べそっぽく。わからない。これが、
特性なのか、果たしてこのなんつうの、今僕の栽培のと塩梅がそういう風になる環境なのかはわからないけど、こっちを見りゃいいんだ。あ、こっちはそんなでもない。うん、こっちはそんなに出っ張ってもいない。これ、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 これぐらいの、ほら。出っ張ってない。こっちも、うん、いい感じで平らに。だから、同じ隣の環境で、ちょっとデベソっぽくポコッとポロッとなるのは、こいつのあれなのかな。しかもちょっと、やっぱり品種が違うからさ、うちの品種のやつはさ、こう、長手に出て、こっちはこうショートに。まあでも初めての品種だからな、特性も覚えていかないといけないな、やる、続けて作るんだとしたら。ただこの動画を撮っているから、僕はあの将来的に見直してこういうもんなんだなっていうことも後でまた確認できるから、それもなんか栽培にはいいことだな。あ、これはちょっと長めになってるからいいかな。これほら4つあるから、あ、これほら、これデベソだね、ここポコンって。もうデベソはダメだ、取っちゃ。これ多分まだここでこうかな、一回摘心までやってみよう。摘心までいった。これちっちゃい葉っぱでもう摘心しちゃう。そうすると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17枚、ちょうど17枚、玉植え17枚。そんな感じだな。交配、交配後11日に交配して16日なので、交配後5日っていうことにしましょう。5日で摘心まで来た。ちょっと遅いぐらいなのかな、摘心。最近上にちょっと行かなくなった、また積み気味、夜温が下がってきたからがっしりときたのかな。真夏の栽培日記でやった部屋は素直にこう上に行ってた。で、春の春系メロンの時はやっぱり上に行きづらかった。あ、だから気候的に春の気候に近づいてってる、あのヤオンとか。多分だからここが多分木ができるいい過ごしやすい時期なのかな。夏は暑かったからこう徒長気味にシューって伸びたっていうことが考えられると思う。でもまあ今順調です。このまんまあとは玉をしっかり伸ばして、あとネットの発現がどうなるかちょっと楽しみ。初めての品種やるのはすごく楽しみで、次は明日か明後日摘果していきます。1個にしちゃいます。こういうもう分かりやすいやつは1個に。あ、これエクボがある。これダメかもしれないな。他が充実すればこれは外す。エクボみたいにちょっとポコンってなってる、形的にはこれが一番いいけどね、こっちとかより。だからあとはプラスマイナスで考えるしかない。ちょっとデベソっぽいのが多い気がするのが気になる。9月16日でした。摘心しました。次は、摘果作業、明日か明後日やって動画にしていきます。それではまだ今のところ順調に来てます。以上です。